今週末ですけど応援メッセージをいただいてるので、聞いてください見てください誰からでしょう。京都局高校的同学们，大家好，我们又见面了。我要谢谢大家今年十月来台湾参加国庆演出，大家的表演充满了感染力，不仅在台湾刮起了橘色旋风，很多台湾朋友也都成为了大家的粉丝。我知道十一月二十号大家将参加全日本行进乐大赛，我相信各位同学一定都是拼尽全力反复练习，要带来最精彩的演出。大家不仅充满活力，也是认真的优秀队伍，相信只要发挥平常累积的实力，一定会有好的成果。我希望各位同学都能尽情享受比赛，也祝福大家比赛顺利。皆さん、頑張ってください。ありがとうございました。私たちも蔡英文総統から応援メッセージがもらえるなんて思ってもいなくて本当に驚きました。すごく嬉しかったです。今年も全日本マーチングコンテストで皆さんに感動を与えられるような演奏をして必ず金賞を受賞します。そしてまた台湾にも行きたいなと改めて思いました。本当にありがとうございました。せーの、シェイユー。